眼科の平松です。今日は緑内障失明寸前から全く悪化しなくなった人のことについてお話しようと思います。こんな感じで、科学的データだけではなくて、私の経験の、こんな感じのことがありますよってことの一般論についてお話しようと思います。緑内障の失明寸前ぐらいに視野が悪くなる人っていうのもやっぱいらっしゃいます。そして進行スピードがすごく速い人いらっしゃいます。じゃあそういう人どうするか。やっぱりリスクを取って激しい治療、いわゆる手術をすることがあるんです。その手術は残念ながらそんなギリギリな状態でやるので、その手術によって失明しちゃう、はたまた悪くなる、そのぐらい本当ギリギリです。本当に辛い状態で治療をせざるを得ないなっていうことがあります。あるんですが、なんていうかな、一か八かじゃないですけれども、そういうリスクを負って手術をして全く進行しなくなる、こういう方が結構いらっしゃるんですよ。つまり末期の状態とか本当に失明寸前の状態でもやれることはあるんです。ただしそれがノーリスク、つまり危険なしでできるかっていうと、それはちょっと難しいんですよね。なのである一定の危険を冒して、もちろんそれは手術によって逆に見えなくなっちゃう、ほとんどダメになっちゃうことはあります。あるんだけれども、それを承知の上である程度のリスクを負ってやらざるを得ない時もある。特に視野がすごく狭い場合は、本当にこれをやってこの視野が保てるのかなって非常に悩ましいこともあります。もちろん視野を保たせようと思って全力を尽くして手術をするわけです。とはいえ、どんなに綺麗にいってもやっぱり悪くなってしまって、なんか元より見づらくなっちゃってっていう方はやっぱいらっしゃいます。なんだけれども、逆に、あ、やってよかった、あれからもう何年も経ったけれども、本当にあのまま今年中には失明するかなって前の医者には言われたけれども大丈夫だったって方もやっぱいらっしゃる。それは僕がどうこうではなくて、一般的に緑内障の患者さんというのはやっぱそういう方がいらっしゃるわけなんですよ。なので、本当に末期の状態っていうのは、そういう、危険を顧みる治療をするかどうかっていうのはよく考えていただけるといいかなと思います。もちろん悪い方に転ぶこともあるわけなので、緩やかに悪くなるのを受け入れる、これはもう一つの選択肢になるので、それはご本人の価値判断となるので、ちょっとよく考えていただけるといいかなっていうふうに思います。今日は失明寸前なのに視野の悪化が止まる人の特徴についてお話ししました。こんな感じでいろんな、こんな人っているんですかとかいうのがあったら、いろいろアップしてきますんで、例えばそれは目の病気だけじゃなくて、こんな職業の人とかってどうなんですかとか、そういうのもコメント欄に書いてくださればお答えしてきますんで、よろしくお願いします。